こんばんは。こんばんは。こんばんは。ボーカル大丈夫ですか？空と言います。今空船って最後にね歌っていただいてきましたけどね。今日はね北陸新幹線で来たんですよ。で、まあ時刻通り来たんですけどもね。時刻通り来たんですけども、まあ雪東京地方はねこの間珍しく雪降ったんですけど、大して積もりもしないのに、まあ交通機関が麻痺したりしてるね状況だったんですけどもね。で、雪景色だと思って窓からね、この iPhone で写真撮って喜んでたんですよ。そしたらそのうち窓の外何にも見えなくなったんですよ。真っ白になって、話はね、富山の方からすごいよって、吹雪いてるよって聞いたんだけど、その吹雪っていうものを僕はスキー場で昔見たいが見たことないんですよね。で、窓の外、最初撮ったんですよ、雪景色。そのうち何一応撮ったんですけどね、で、Facebook アップしたん実は。ただ真っ白なもしくつけなくて、で長野あたりまでスキー客の方かなたくさんいたんですけどもね、だん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 人が減ってって、で富山が近づくにつれて5両目に入ってたんですけど、前後を見ると僕の他におじいちゃんとおばあちゃんと3人しかいなかった。で真っ白な景色で僕生きて帰れるのかなって。でそのうち窓の外真っ黒になったんですよ。まあ、トンネルだったんですけどね。とりあえず来たいと思います。する前に作った歌なんですけどもね、永遠にとわにっていう歌です。とわにという歌を聴いてください。約束守れなくて僕を許し湾岸道路をお台場の花火突き刺す夜を温めたね。宝石箱からこぼれたみたい、レインボーブリッジの向こうに輝く君と僕のネオンタワー、君の瞳に映るキラキラ、いつまでも一緒だと笑って、
私の夢よと手のひらをそっと見せてくれたね。君の笑顔に映るぬくもり、どこまでも感じてられる。最中にね作った歌があるんです。白いシーツ、なんかそのものって気がしますけど、あの、ね、僕ね、今笑いながら話してますけど、結構な救急指定病院第三次医療機関というところで毎晩毎晩救急車の音がするんですよ。で、手術の跡がこの背中ね20センチぐらい切ったんですよね。で、まあ中の、まあ、大工仕事なんです。で、まあ、この体の中にボトルを入れたんですよ。あ、ボトルじゃない、ボルトを入れたんですね。ボトルはね、まあ、ちょっと大関係なんですけど、まあ、ちょっとどうせだったらね、口から入れたいですよね。そのボルトを入れたんですよね。で、先生、このボルトっていつかこう取れるんですかって聞いたんですよ、ね。お骨になった時ちゃんと出ますから大丈夫です。まあ、一生入ったまま。そうなんです。経験あるってまだ、ねえ、親戚のおばあちゃんで生まれ変わったんですよ。なんとかこうシュールなとこ行っちゃってますけどもね、話戻しちゃうんですね。で、あの白いシーツって今度はね、あの大切な、今までね、色のが当たり前だと思ってた人がいなくなっちゃったとかって、あのまだね、なんとなくうーんって感じだけど、いつか必ず直面するんですよね。直面したことがある人も多いと思うし、悲しいことではあるけど、でも避けては通れない、うん、そういう白いシーツっていう歌ですね。指でなぞる命の意味、白い真新しいシーツ、目には見えない涙が出す、アルバムの笑顔があって、たくさんの景色が消えて、重く気だるい吐息が漏れる。カウントダウン、あなたの見送り、カウントダウン、一人の命なら残さないで。そこに奏でられてたほどけた
なに悲しい。カウントダウンあなたの旅立ち、カウントダウン後ろ姿は、カウントダウンあなたの見送り、カウントダウン一人私の命なら残さないで。結構ね、詩がね、重いですよね、重いからちょっとブルース、早いブルース調にね、してみたんですけどね、まあ、でも言葉っていうのはね、重いですよね、なんて言ったらいいだろう、この気持ちをね、思いを表現する手段として言葉ってすごく大切ですよね、まあ、ボディーランゲージっていうのもありますけど、だけど、なんていうんですかね、すごく便利なツール、便利な、まあ、ツールである反面、例えばこう口から発するじゃないですか、言葉を。でたくさんこう発すれば発すほど注意ね。びっくりした。あ、ちょっとごめんなさい。変な方に行っちゃう。こう僕は本当は赤い気持ちで喋ったんだって言葉を尽くすんですよ。でもね、聞いてる人はえって、いや青じゃない赤ですって言ってもこうなっちゃうんですよね。で出した言葉は戻ってこないんです。あ、耳から出ることはもう絶対ないですからね。だからそこはね、言葉のまあ難しいところでもある。思いをね、言葉に乗せると、本当に言いたいことと尽くせば尽くすほど変わってきちゃうなって気がする時がある。そういう思いをね、込めて作った、これは大変後に作った歌なんですけどね。すごいな、面白いですね。まあ、面白いって別に面白くないですけど、入院前、入院中、退院後、素晴らしいですね。そう、ビフォー、まさにそうなんです。ビフォーアフターです。で、まあ、ふわふわっていう、ふわふわ影の王になる、気づかないふりを演じ続けて、膝を抱えて涙こらえて精一杯描いた優しさにさいなThank you.
魂の糸掴んでいなくちゃね、ふわりふわふわ逃げてしまわぬよう、飛んでいってしまわないよう、空の彼方に届く、見失わないよう。皆さんもそうだと思うんですけど、こう振り返ると人生ってっていうとちょっと大きなねテーマになっちゃうけど、分岐点と選択の連続ですよね。マスターそうですよね。本当にあの時にもし翔太郎を開いてなかったら金太郎だったかもしれない例えばですね。そうですね、うん、でその小さなねこの選択の連続なわけですよ。皆さん選択されてますか？ちなみに僕はあのアタックとかね、ポップとかね、柔軟剤はソフランっていうか、マスター先に読まないでくださいね。人生選択します。そっちの連絡。いや、こういうのって解説するとね、解説したくないですよ。できればこうさりげなく分かって、さりげなくクスッと笑ってほしいとこがあるんですよね。気を取り直しまして、そのね、振り返ればね、でもね、そうは言ってもね、後悔だとか、ああすればよかった、あんなこと言わなきゃよかったとは言っても、もうさっきのね、赤い光が青くなっちゃうみたいに、赤い光に戻るわけじゃないですから、青にすり替わって出るわけじゃないですから、今のね、自分を大切にするしかないですよね。自分の自分にね、僕は不満があるかっつったら、もう不満しかないっていうか、もう不満を数えたら両手に余って、不満じゃないところは片手に余るって、なんか昔の歌ですよね。あとそういう感じなんです。そんなあなたへっていう歌ですね。ここでね、歌わせていただくっていうこと自体が奇跡だなって。でも入院したから本当に真面目に思うんですよ。入院してなかったら、そういうふうにあんなひどい、もうおちんちん、おちんちんじゃない、尿管カテーテルっていうことなんですけどね、あれ話には聞いてたけど、痛いですよね。あと血抜きドレーンっつって、血を抜く管、あれをね、4日間ね、入れて、で両手にその管と、で、なんか僕の場合はこういろんな薬が入ってたんで、自力呼吸ができなくて、この酸素の吸入器と、だから全くベッドにこの状態で、点滴で栄養を取ってたっていう状況なんですよ。だから4日経って初めてやっとベッドから起きることができたっていう。で、看護師さんが、よかったですね、ソラさん。ソラさんと言わないですけど、今日は管取れますよって言って、あ、よかったなって。で、ちょっと下笑いしますね。下笑いって何だろうなって、でも文字を想像するとと思ったら、看護師さんが戦ってこうやるんですよね。でも今日抜くんだからいいじゃないですかって思いがあったんだけども、でその時にものすごい痛みを感じたんですよ。と思ったら、なんかこれはちょっと大げさ、このぐらいは十分ありますね。このぐらいのやつが自分のこの下から、いや冗談じゃないんですよ、本当に。女性の方が、ね、痛く少ないらしいですよ。なんか距離が短い。で男性はね、話には聞いてたけど、あれ痛いという、いや痛いんですね。僕は絶対子供産めないと思いましたね。で看護師さんもね、これから抜きますよって言ってくる。言われない方が良かったのかもしれない、ね。一瞬そうなんですよ。いや一瞬じゃない、途中までやって僕がうわーって声出しちゃったんですよ。そしたら、あ、ごめんなさい、
抜くっていうの忘れちゃったんで途中で止めたんですよ。だからあもうここまでいったら早く抜いてくださいって、もう少しですからね、ヒヒ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 それからその尿をね、膀胱から直接やる管、すごく硬くできてるんですよね。で、あの入れるときはあの手術中、麻酔がかかってるときにいつの間にか入れてるから、だからあでもこれ看護師さん、女の人にこうあの入れられたのかなって、でも考えてるのは僕の担当、ジョイさんだったから同じことなんですけども、あのどうやって入れたんでしょうね。あのていうかこれは真面目な疑問なんですけど、看護師さんなんで、さっきのもぐらたたきの人 あれでも僕思うんですけど、こう入れにくいんですよね、しっかりしなさいって言われて、これでも真面目に思いません、どうやって入れるんだろうっていうか、ね、で抜くときはまだこうなってても、うん、なんかこう、いやでも僕の場合はあの一番最初の方じゃないですけど、うわーって声と同時にちょっと 80% ぐらい萎縮しましたからね。じゃあその分少し楽になったかなってちょっと思います。まあそんなね、あのことはいいんですが、人生の選択の話をしてましたあのあなたへっていう歌を。もしもあの時の流れが心揺らす時もある、遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみしか強く温かく歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい、締め付けられる思いは小箱の中で微笑むよ、もう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま、ねえあなたが寄り添った足元の幸せ、悲しみもいつも支えてくれていたはずだね、手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、あなたがあなた生まれた奇跡を今感じてほしい、笑いの絵も泣き顔もあなたの優しさも、
あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑いの絵も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから。ありがとうございます、今日ね、富山県にの友達は結構いたんですけど、来たの初めてなんですよ。でもね、さっきのね、分岐点の話じゃないですけど、この翔太郎さんでね、今度出していただいて、マスターにね、初めてお会いして、で、PA の佐藤さん、あ、鈴木さん、あ、それでいいですか、勝ち氷さん、何でも大丈夫です、はい、にもね、お世話になり、まあ、何よりですね、本当にバキバキと骨を折っていただいたの、ハングリさんって、ハングリさん、お腹が空いて来たから着いたんですかね。錆びついた部屋の鍵を、まあ、多分ここでもね歌われてるかなって思うんですけど、オリジナルフォークソングをねたくさん作られてるハングリーさんのお骨折りでね、本当にここで拍手を。ハングリーさん、ハングリーさん、もう戻してください。なんかこのままハングリーさんでもつけそうですっていうことでね、本当にもうハングリーさんにはね、もう頭向けて寝られないですよね。知ってて言いました。今日はね、君の方でね、本当にお昼ごちそうになってしまいまして、本当に感謝しきれてもしきれないっていうか、とかお礼のポイントがちょっとずれてますけどね、本当に美味しかったです。結構ね、魚好きなんですけど、特に青魚好きなんですけど、本当に美味しくて、まあないだろうなと思って、ないですよ実際その方、イワシとかアジとかの刺身ありますかって、カブリとかね、まあ今季節とはいえ、じゃもう自信満々に伊藤さんがありますよって言ったら、本当に美味しいんですよ。だから来てよかった、まあ、翔太郎さんに来てよかった、でもそれも食べられてよかった。まあこれもね、本当にアングリーさんの、アングリーさんに怒っちゃう、アングリーさんのおかげだなって。サービス、もうこれはもうしつこいもんね、最後までね。じゃあ最後の曲、野良犬っていう曲を聴いてください。ちょっとね、僕の中の勝手なイメージでは、昔子供の頃見た俺たちの旅、中村雅俊さんのなんかあのイメージなんですよね。なんでか知らないけど、あのイメージなんです。落ちた沼、孤独のいたずら、落ちて破れた、捨てきれない時の憧れ、落ちて落ちた沼、孤独のいたずら、落ちて破れた、捨てきれない時の
性的に手拍子が出るというのは10年に1回あるかないかね。ありがとうございました。そうでした。まだあのアルコールも飲んでないのに先にアンコールをいただいてしまって、あ、やっと飲めるなっていう時に、でもアンコールいただいてすごく嬉しいです。じゃあ何かリクエストありますか、僕のオリジナルで。こういうのを専門用語で意地悪って言うんですね。じゃあ、そうですね、ゆめこ。あ、ゆめこ。あ、ゆめこいい。ゆめこがいい。よくご存知ですね。そっちで上がってる。僕はちょっと先の話なんですけど、東京都内とか東京近県でよく歌ってるんですけども、4月の24日、もしよかったらっていう距離じゃないんですけど、4月の24日にワンマンライブやるんですね。荻窪って中央線っていうところの荻窪、約2時間なんですけど、さっきね、口から妙なものが出てきたり耳から出てきたり、こういろいろとかね、僕結構モノマネが好きでね、よくモノマネとかしてたんですよ。郷ひろの前とか、西城秀樹さんとかね、あと何だったかな、松山千春さんとかね、やってたんですよ。で、聞こえてます？聞こえてます。っていう、こんなのがね、すごい、なんとか、あんまりヒヤッとしてね、ちょっと辛いものがあるんですけど、ゆめこ。懐かしいですねって思ってた。ゆめこか、ゆめこって夢の娘って書くんですよ。ああいうことを続けるとね、大体こう期待されるんですよね。今度なんかトカゲが出てくるんじゃないかとかね、実際技、そういう技もあるんですけどもね。ハーモニカなしでやりますね。ちょっとこれハーモニカ違うみたいですね。ハーモニカなしのゆめこで。夢子いつでも
歌を歌っていた君の瞳は笑っている君の体は優しさと寂しさと夢一つ描いて消えてしまった夢ことを海の底に君の歌が聞こえる夢子君が笑ったのはおとぎ話の中だった夢子